こんにちは、 TCB 特別指導員の安本拓海です。今回ですね、大整形をする際に言ってはいけない美容外科の特徴3つについて解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。まず1つ目はですね、何回か言ってるかもしれないんですけど、一番まずいなって思うのは患者さんの希望の二重のデザイン、これを全く聞かないドクターが言う美容外科、これは一番避けなければいけないところかなと思います。なんでかっていうと、まあ、美容整形全般に言えることだけど、美容整形って患者さんが抱いているコンプレックスを解消したりとか、まあ、外見がこうなりたいっていう思ったことで美容整形するかってなるわけじゃない。でもその希望を聞かなかったら、その先生がどんなにこう手術が上手だろうと、どんなに良心的な価格で手術をやったとしても、患者さんの希望する二重、これができないんであれば、それって整形として失敗なんじゃないって話です。やっぱり美容外科医っていうのは患者さんのこう希望を叶えることによって、患者さんのコンプレックスを解消したりとか、笑顔にしたりとか、人生を、ね、豊かにすることに美容外科医の、ね、仕事のやりがいとか美容外科医としての役割だと思うんですよ。僕が最初にカウンセリングに聞くのは、まあ、二重整形するにあたってどういう二重になりたいですかっていうのを最初に聞くんですよ。叶えられる範囲であれば実現してあげようかなと思うんですよね。もちろん医学的に無理なやつとかめちゃめちゃ変なやつとかっていうのはちょっとそれはお引き受けできない場合もあるんだけど、まあ、一般的な範囲であればできるだけ患者さんの、ね、意向に沿うような形で、まあ、シミュレーションをして納得した上で手術をねしていくようにしてるんですね。まだ経過観察が生きた時に、先生やってもらってよかったですなんていう声を聞くことは多いですよね。これがさ、例えばドクターの一人用ガニのデザインでやった場合に、本当は平行型良かったんだけど水平型でなんとなく使えちゃったみたいな、ね、そういうことはあり得るし、あなたの場合絶対もう平行しかできませんとかね、そういうドクターもいるのね。やっぱり患者さんのデザインについてどこまでこだわって再現できるかっていうのはやっぱり美容外科医の腕の見せ所だし、どれだけ患者さんに寄り添ってデザインをね希望に沿うように作っていけるかっていうのは美容外科医としての大事な資質じゃないかなと僕は思ってますので、希望のデザインを聞かない美容外科っていうのはやっぱり一番言ってはいけないんじゃないかなと僕は思ってます。言ってはいけない美容外科の特徴2つ目、2つ目はやたらと二重の全切開を進めてく美容外科です。もちろん切開がすごい得意ですって先生いっぱいいるし、僕も切開が苦手なわけじゃないし、切開もたくさんやってますけど、ほとんどの患者さんに最初は埋没法を進めます。それはなぜかというと、埋没法の手術と切開法の手術は全然もう別の手術だし、リスクが全然違います。まあ、特に初めての方とか一回埋没法をやったぐらいの方だと、まず埋没法をお勧めしますね。というのは埋没法っていうのは、まあ、もしそれが気に入らなかったとしても抜歯してしまえば元に戻すことができるんですよ。ちょっとした修正、ちょっと左右差があるから直したいです。これも埋没法であれば非常に簡単です。これが切開法となると、一度切った人体の皮膚、これを元に戻す方法はありません。いざ元の状態に戻したいとなった場合に不可能です。あとは傷が絶対残ります。あとは修正が難しいです。ちょっと直したいっていうのがなかなか難しい。まあ、あとはダウンタイムが長いので、まあ、僕はダウンタイムは世界1年ですよって言ってるんですけど、まあ、1年間ちょっと変化していく時期なんですね。なので1年以内の修正は基本的には お引き受けしてないし、ダウンタイム中に修正してしまうことで泥沼にはまっていく人が多いです。まだ腫れがあるので、そこから変化していくのに手術をしてしまうと、さらに、腫れが引いて完成した時に自分の希望とはかけ離れた二重になってしまうのでね。まず一番初め、これは埋没法を受けるっていうのが一番。まあ、大体の目安として僕はまあ30代ぐらいまではもう全部埋没法でいいかなと思ってます。その後やっぱり垂れ毛が出てきたりとかするとね、あの埋没だとなかなか逆に不自然になっちゃうこともあるので、切開を進めることももちろんありますけども、あとは若い方で、結構まぶたがすごい厚くてすぐ取れちゃいそうな人とかね、あとは強く切開を希望される方、そういう方であれば切開でもいいのかなと思うんですけど、まあよく考えた上で埋没法を選ぶか切開法を選ぶか、検討してもらえばいいかなと思ってます。あとは埋没法による二重と切開法による二重、やっぱりね見た目が違うんですよ。ものすごい上手に作ったとしても、まあ、切開やった人はね分かっちゃうんですよ。でも埋没法であれば自然に作ってる限り、僕が見てもパッと見だよ、パッと見は分かんないです。診察すれば分かりますけど、なんでどうやっても埋没の自然には勝てないです。まあ、埋没法と切開の大きな違いといえば、やっぱり切開の方が持ちがいいですよっていう、ね、って考えてる人もやっぱり多いと思うんでね。切開は取れないのって話なんだけど、取れるんですよ切開も実は。この前ね、隊員さんの切開をすごいやってますよって先生と会ってきたんだけど、まあ、その先生でもやっぱり直後の癒着がうまくいかなくて、取れること珍しいことではないですよって話してたので、全然切開を取れることはあります。まあ、それ癒着がうまくいかなかったのでまた修正すればいいんだけど、切開だから取れないっていうのはちょっと幻想ですよね。
埋没だから取れる、切開だから取れないっていうのはちょっと違うので、まあ、取れないからあの切開をしたいっていうのはちょっとリスクを軽視しているかなと僕は思ってます。で、以上を踏まえた上で、私切開法ばっかりやってるから切開すごい得意です。埋没はあんまやったことないです。なんで患者さんに切開をお勧めしますっていう国が結構あるのよ。切開すごい推し、激推しって先生もいて、来る人来る人みんな切開、そういうところに最初に行っちゃうと、埋没、いやいや、取れちゃうから、最初から切開やった方がいいよって言われちゃうんだよね。そこに行っちゃうと、もう、患者さんも気軽な気持ちで切開受けちゃうから、そうすると、いざデザインが気になかったりとかね、した場合に後悔しちゃうわけね。あなたの場合、切開じゃないと、二重ができませんって言われちゃうことあるね。世の中に、二重切開術じゃないと、二重ができませんっていう人、多分ほぼいないです。ほとんど全ての人で、埋没法で二重ができます。あとは、あなたの場合、二重切開じゃないと、平行型二重ができません。これもあるあるなんだけど、世の中に二重切開じゃないと平行型ができない人、多分存在しません。ただ、希望の幅で平行型が作れるかはまた別の問題です。どんどん幅を広くしていけば、必ずどっかの幅で平行型ができます。それが、自然か不自然かはまた別としてね。なんで、切開じゃないと平行型できないという、言ってるクリニックはちょっと選ばない方がいいかなと思ってますね。切開法を激推しのクリニックで、かつデザインを効かないクリニックだったら、もう最悪だよね。ケンセの先生は悪く言うわけじゃないんだけど、ケンセの先生って、やっぱ切開は得意なんだけど、埋没ってやったことないんですよ。そうすると、ケンセの先生がいきなり、例えば開業したりするじゃない？形成外科として開業して、まあ、二重手術もやりますっていうようなクリニックだと、埋没やったことないから、埋没選択肢がもう最初からなかったりするのね。もう、じゃあ切開すごい得意だからっていう、まあ自信があるんだろうけど、やっぱ修正が難しい人はどんどん溜まっていくわけだよね。そういうとこから流れてきた患者さんも何度も見てるけど、まあ、傷が何度もね、こう修正されてて、すごい汚くなっちゃったりとか、もう、まぶたが歪んでたりすることもあるので、まあ、そういうところに最初に当たっちゃうと、やっぱり大変なことになるかなと思ってます。どっちもやったことがあって、まあ、どっちもわかるけど、まあ、まずは埋没やってみたらぐらいのスタンスの先生の方が信頼できるんじゃないかなって思ってます。あと3番目ですね。これはあるあるなんですけど、埋没法ってやっぱりね、年単位、10年ぐらいでまあ取れていくと言われてますよね。そうすると、保証がついていく肉って多いと思うんですよ。うちもそうだけど、ラインが薄くなったら保証します。ラインが取れたら保証します。細部差を保証しますとか、デザインを変えたくなったら保証しますとか、まあいろんな保証があるわけで。まあうちは基本的に全部対応してます。で、意外と保証がついてるんだけど、取れた場合しか対応しませんとかっていうところは結構あります。で、保証をよく見てほしい。で、保証何回まで無料できるのか見てほしい。保証2回までやってるところってあんま多分ないと思うんですよね。TCB と2回まで保証しますっていうのは結構業界内では、手厚い保証かなと思ってます。重要なのは保証がついてるんだけど本当にそれが使えるかっていうところなんですよ。で、TCB の場合基本的に来た患者さんデザイン変更したり薄くなりました。この辺基本的に対応してるので無料で普通に手術し直してます。でもよく聞くのは保証がついてるんだけどいざ行ってみたらやってくれない。これあるあるなんですよ。いろいろね、理由をつけてやってくれないんですね。ちょっとラインが残ってるから、これは保証対象外ですよとかね。ちょっと左右差があるんだけど、左右差は対象外ですよとかね。まず保証の内容を確認してもらう。手術前だよ。何回まで保証を受けられるのか。タダでできるのか。あるいは追加料金がかかるのか。あとは本当に保証してくれるのか。まあその辺をちゃんとよく確認した上で、契約することをお勧めします。ちゃんと希望も聞いてくれて、まあ埋没も切開も選択肢として与えてくれて、でもまあ最初は埋没の方がいいんじゃないぐらいの先生。で、ちゃんと保証もしっかりしてますよってところを選ぶといいんじゃないかなと思います。そうすると必然的には僕になっちゃうのかななんてね。ただ先生とじゃあクリニックで悩んだら、うん、とりあえず安本先生を選んどけばいいっていうことですね。まあそうだよね。これまあ僕クラスになっちゃうとやっぱり、こう。でも実際業界で今体整形を一番やってるグループって多分うちだと思うんだよね。患者様から選ばれているのかなっていうのがやっぱり事実なんじゃないかな。さすがですね。先生ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回は二重整形をするときに行ってはいけない病外科についての解説でした。参考になったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。また当院に予約を取りたいという方は概要欄のリンクからご予約ください。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますのでぜひ見てくださいね。バイバイ。